囲って湿気が溜まった状態で切る。ここで存在感マックス。頑張ってください。頑張ってください。追い込みで湿気が溜まっている。かなりダブルダウンの。おお、超絶タイミング。本当に仕事しますね。はい。ファイバー脱出は間に合うか。占い師は出た。時間なら気持ちは打てない。あとは傭兵。傭兵も出た。爆弾が当たるかどうか。リモコン爆弾。まだ爆発しない。避けた。ニャンが決めた。サバイバー3人逃げ。却没有防到，现在九十多救不了了呀！爆掉了，这把要四抓了。その負けた他の日本のチームの分も、自分たちが頑張ろうと思います。今日は何としても勝たないといけないので勝ちます。はい、開始です。じゃあ寄って。じゃあ時くんお願いします。うん、こっちです。まあ、この1年間結構いろいろ苦しいこともいろいろあったけど、まあ、ここで勝って全てを理解しましょう。アクシー絶対勝つぞ。ああ、頑張ってやったこれよ。やばい、震える、震える、どうしよう、震える。はい、お願いします。さあ、選手の入場。さあ、拍手とともに選手アクシズウェーブのサバイバーの選手が入場してまいりました。さあ、ラウンド1前半戦見てまいりましょう。使っていたフライフォロー待ったファーツアイ。さあ、三度殴ってのアットのダウンを取り切りました。ロングアップこれ貼ってあるのでロングアップに入れたいところですね。はい、はい、ちょっとチェイス時間と解読の量が足りてないので、ええ、ここはロングアップに一度入れることで引き分け以上に見込めるかなと思います。完全ミステか。ハッチに向かっているぞ。先に到着したのはファーツアイ。先回りハッチを選手考える暇を与えない。すぐさま気持ちを打ってきた。ファーツアイもさすがのプロハンター。ラウンド1前半戦2対2の引き分けという結果になりました。いや、非常にお互い高レベル、はい、でしたね。さあ、アクシズハンターですね、ドラミンゴ選手入場してまいりました。さあ、間に合うかグレイス。北ゲートに寄せる判断にしていきます。ただ北ゲートには今回いなかったですね。ええ、南ゲートが間もなく開門していきました。ハッチ中間待機も見に行くドラミンゴ。ラウンド1の後半戦 GR サバイバー、ここは3人逃げを達成していきました。ラウンド1まずは5対3で GR がセットを獲得です。はい、まあ明らかに格上だからね。さあ、先行はアクシズウェーブがサバイバー。ここで骨董賞がどれだけ頑張れるかが大事になってきますね。ええ、この興奮のクールタイムの間、ニャン選手の動きに注目です。さあ、時に締めて、はい、まだ板とかも全然使ってないので、はい、全然チェイス伸びていく可能性はあるかなと思います。そうですね、はい、ひじゃくも一つある。いいタイミングでひじゃて、御礼を避けていきました時。硬直をもらってあげたい。揺さぶってくるファーサイ。うまい、よく手を離している。アットとニャンのコンビを見せてくれ。さあ、距離を離してあげる。あ、さあ、全力でショーを使っていきます。おのよけている、伸びているぞ。セカンドチェイス、先のショー間に合って、まもなく残り2台。いいブロック。
引き離しました。狙いすましているファーサイ救助行った。我元がここで入って、いいブロック、いいブロックだ。行ってくれ。おセレン、楽しんでいけない、ま、楽しんでいけない、やばい。さあ来たローズ、さあローズ選手、ハンタードラミンゴ選手から交代でローズ選手。今日は電車が邪魔だ。あ、乗られちゃう、当たった。電車には乗らせなかったローズ。ポーズです。ここで存在感マックス。1ダメージの負傷の右心の救助となりました。あっと、うん、回収の硬直が少しありました。やまずい、天使の力さる、いい判断、気持ちを打ってきました。救助後すぐさま射抜いていきたいところ。落ち着いて右心の救助、うん、ダメージは、まずい、 AK が肩代わり、そして右心に湿気ダメージです。これでおもちゃ職人を一人飛ばすことができました。勝負はラウンド3、ラウンド2は4対4の引き分けです。やるしかありません。ローズ、さあ捉えきれるか、間に合う、取り返したいところ、追いつきましたローズ。救助は行われていきました。飛び角の AK、 これを抜いたの AK、 どっちが早いか。いや、ただ雲糸のクールタイム、二人回し、雲糸を当てることができれば手を剥がすことができますが、殴るわけにはいかない、フライホイールはない、雲吐き、あと一発当てろ、はぐことに当てろ、使っていった、当たらず。 GR 前線をもってして決め切った。強かったから、 GR 当たったらな、しょうがない、しょうがない、 GR 強かった。あー、ごめんなさい。はい、みんなお疲れ、お疲れ、お疲れ。チームの強さを目の当たりにして、まだ成長していかないといけないなと思いました。その足りない部分を夏に向けて補って成長していけたらと思います。